どうも、うずです。本日もスマートフォンの話をちょっと続きでいきたいと思います。で、今スマートフォンの世界におけるその Android、iOS、Windows、BlackBerry などの OS の出荷台数のシェア、これがえらい偏りを見せております。で、どういう偏りかというと、これね、世界のその出荷台数を調べるような調査機関があって、調査会社があって、そこが調べると2015年第3四半期から2016年第3四半期における1年間のスマートフォンのシェアにおいて、 Android が 87.5%、 驚異的でしょ、 87.5% ですよ。もう独走状態です。で、この期間の出荷台数が世界で3億7540万台、前年に対して 6% 増してるそうです。特にインドとか南アフリカなんかでスマートフォンの数が拡大しているのが大きい影響を及ぼしているみたいです。で、iOS はどうなのか、私も大好きな Apple でございますが、 Apple の iPhone、iOS はどうなのか。 iOS は 13.6% から 12.1%、 実際シェアを落としていってる状態でございます。で、さらに気になる Windows Phone、BlackBerry どうなったのか、 0.3% ほどだそうです。もうほぼほぼ見かけなくなってきてると厳しいね。なんか Windows Phone にまだ期待を寄せてる人もね、私も結構期待はしてるんですけど、現実はこんな感じです。Windows Phone 新しくね、ちょっと盛り上げようか、市場ちょっと盛り上げようかってやったところがあったんですが、結果的には惨敗。 Android がここまで伸びてしまうと、正直 Windows と、BlackBerry などがそこにね、シェアにちょっと食い込んでこうっていうのもかなり厳しいんじゃないかという感じです。だっていいものを作ろうとすると結局似通っちゃうじゃないですか。そしたらじゃあ Android、iOS でいいじゃないかって、そういう話ですよ。で、本日はちょっと動画のね、冒頭にまた机の上を映像をさーって撮らさせてもらったんですけど、あれなんでかっていうと、見てお分かりのようにガジェット好きな人とかだとやっぱりいろんな端末用意するんですが、そうすると自然に Android OS がやたら増えるんですよ。私が利用してるというか、持ってるもの、これだけ Android のスマートフォンタイプがあります。これだけね。で、対して持ってる iOS というと iPhone 一機のみなんですよ、使ってるものとしては。Android ってやっぱり何でも組み込めるから数は増えるの当たり前かなっていうところもちょっとあります。正直デジタルオーディオプレイヤーだって Android ベースのもの結構ありますし、で、お値段が安いスマホも実際ありますしね、1万いくらで買えちゃうやつ、海外の、お金事情も含めて安い端末がいっぱい売れるなっていうのも分かりますから、 Android が増えるのは OS がいいからというよりはその戦略がいいからですね。ちくしょう Google、変な言い方をすると Google が独占状態って感じですよ、きっと。これも何でも情報をうちで管理してやるぜ的な Google 様がスマートフォンという端末を使って情報収集をされてるわけですよ。憎いね Google、 なんか三菱っぽいな。というわけで本日はちょっとね、 Google の Android OS がもう独走状態だという記事があったので、それに対してちょっとお話をさせていただきました。なんだかんだ言ったってね、私も Google のサービスすごい利用させていただいてまして、何よりこの YouTube、 Google のサービスの一つですからね。 Google 様様ですよなんだこれ。本日はこんな形の動画になりましたが、普段からこういう緩い動画を立て続けにアップしてますので、こういうチャンネルが嫌いじゃなかったらぜひ、チャンネル登録の方もお願いいたします。で、普段から Twitter や Instagram もやってますので、そちらの方もフォローしていただけると楽しく動画の方をさらに見られるかなというところもありますので、結構つながってるところが多いので、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。でも正直 Android 伸びたね。最初はね、 iPhone に対してさ、操作が全然こうついてこないとかね、液晶が悪いとか、いろんな問題が起きてたけど、結局こう続けてきたらさ、気づいたら独占シェアですよすごいね。